1年前に ZW310 のデモ車がうちの方に来ていまして、その時来たタイプがハンドルついてるタイプとジョイスティックのレバーついてるタイプ、それを動かしまして、いろんな人が乗ったんですけども、乗った人は好評でして、日立さんのローダーに決めました。長時間乗るにあたって疲れとかがだいぶ軽減されるかと思います。あとは視認性ですね。手の位置が左にクリックになって視認性が良くなっているのは感じられます。積み込み作業する時のフロントタイヤが見えるか見えないか、そこが大きいと思いますね。ローダーはもう安全確認の連続ですので、周囲確認、それのしやすさっていうのが一番いいと思います。はい、乗用車と比べてハンドルの操作は非常に多いものですから、左手の忙しさもだいぶ指だけで動かせますので、そこは軽減されていると思います。手が楽なんですね。とにかく一日中ひっきりなしに動いている場合もあるし、前進後進も常に使ってるし、オペレーターの疲労軽減、これが一番役立つと思いますね。ほとんどの方はジョイスティック使っておるんですけども、細かい操作もありますので、その時は慣れたハンドルに切り替えて、慣れるまではハンドル使ってもらったりとか、初めからもうスティックいい人もいるだろうし、人それぞれですので、その両方使えるというのは非常にいいなと思います。これで本当に操作性がどうなのかっていうのは疑ってたんですけども、実際乗ってみたらゲームコントローラーみたいな感じですね。そのぐらい指だけで操作できるっていうのはありましたね。2、3日乗ってやっぱ慣れるとやっぱ使いやすくて、今はもうジョイスティックで作業してますね。最初は難しそうだなとは思いましたね。今までジョイスティックに乗ったことがなかったんで、日立で初めて乗ってすぐ感覚はつかめるんで、やりやすいとは思いました。3日で普通に仕事できるようにはなりました。ボタンのギアを1段下げるとか、クラクションだとか、その分のボタンの配置はしっかり把握できる位置であるんで、作業はしやすいです。ハンドルはまず腕を回してこうくる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 回さないとバケットもこうやって動かないんで、その分ジョイスティックこれだけでこうやって動くんで、やりやすさは全然違います。1日作業してみて思ったのは、全然疲れが違いますね。こうやって置いてただ楽なんですね。体がハンドルだと腕を回さないといけないんで、この腕の疲れがないっていうのが一番ですよ。ギアは1段下げるボタンあるじゃないですか。あの位置が本当中指でちょうどなんで、タイミングよく押せるというか、うまいことしゃくれるんでいいですよ。積むスピードが断然速くなったので、どん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 さばけるんで、仕事のスピードは上がります。最初乗ったイメージは視認性の良さですよね。前後、窓ガラス開けてますので、十分安全に作業できると思っております。あ、もう最高ですね。はい